お疲れ様です。今日はこちらゴブリンドリルデッキやっていきます。さあこのねゴブがね世界中でめちゃめちゃ流行ってますんで、今日はね使っていこうと思います。でこの新カードのね、3枚が、まあ、出てからだいぶ時間が経って、まあ強すぎて、ダイナマイトゴブリン以外か、はい、呪いとマシンは加工されたもののね、はい、結局壊れてますよっていうので多いな。なんかみんな使ってるイメージがあります。はい、世界上でもこればっか。またプリンスも流行ってるかな。プリンスとラムライダーかな。はい。まあその辺かな。主には今の関係はもうゴブリン関係とプリンスラム走る系。正直そこしかいないじゃないかなと思ってますが、よいしょ。適当に攻めちゃおうかな。まあドリルでも削れるし。いやーこのバカ強っ。なんかマシンの背中のロケでも削れるしみたいなデッキではあるんで、あとはまあ進化ザップでねちまちまもできますよと。おお、ディガーっぽい系なんかな。いやこのマシンの背中で削れたらものすごい楽なんだよな。タワー、この後タワーに行かねえかな。ワンチャン一発いけ。うえ強っ。え、てか、いや、左の方がやばいっていう、その、ダイナマイトゴブリン、今、走って700ダメやったぞ。ほんまにやってる？え？ダイナマイトゴブリンの突進700万だ。あれ、やばいな。っていうので、意外とゴブリンマシンもゴブリンの呪いも強いんですけど、一番のぶっ壊れ、ダイナマイトゴブリン説もね、ちょっと出てます。はい、4コスね。まあ空には攻撃できないですけど、ボールブレーカーになって走った爆破は空には一応当たるんで、まあそれで結構ね守れたりもする。やばい、ボールブレーカーになっちゃうこいつ。いやでもこれで700でも入るんだよな。あーで走ってる時に減っちゃうんだね、あれが。それが痛いな。さあまずは守るか。相手なんかシンプルディカっぽいみたいな。いやこれ爆発強い。やばっ、なんか爆上げか。まあ俺は左削りたいけど、なんか同際勝負になるとちょっとだけ不利な気もしたんで逆にもいきます。はい、見せかけて、まあ、左も行くけどいいね。まだ進化テスラで止まるだろう。いやでもダイナマイトゴブリンで止まるだろうってなんのか強っ。よっ、このダメでかっ。いやマジダイナマイトゴブリンが頑張ってんの。まあ俺右も左も行きたいな。進化ザップと呪いでしばくみたいなおもろさもありそう。おれ。無理やり。いやいいよ。どうなってんのかわかんねえが、まあ。まあなんとかなってんな。よしよし。まあ、ネチネチデッキではある。やばい。ほんでいきなり。進化助とか。嘘。怖すぎる。いやいいよ。いやちょっとま入ってほしいな。ずっと強いね。削る。ちまちまもうザップまで打っちゃっていい。正直無理やりね、もう削りのことしか考えてない。いいよ。いやでも流れが良すぎる。でこいつ走るもんね。しかも進化テスラ丸こんにちは。
乗れ打って、いや進化テスラゲーか、止めてダイナマイトゴブリン強いよこれ、走んの止まんねえな。ふう、いや圧倒的 MVP ダイナマイトゴブリン。いやなんかダメージ高すぎるの普通になんか自陣のさ防衛ですら便利なのに、一応範囲攻撃なんで、そうまあゴブリン2発ぐらいかかっちゃうけど、そうスケ系もね、スケ系の処理にも強いし、だいぶ便利、幅広い、陸にも空にも時間稼ぎにも使えて、攻めも強い守りも強い。ダイナマイトゴブリン過酷くないのかこれ、来ても良さそうな気もするけどね。なんかゴブリンの呪いとゴブリンマシンだけ顔されて、なんで私は下放されないのっていう、こいつね一番得してる。あー待って、こういうこともあります。はい、わーガゴムレナーのガゴ判断がもうちょっと早けりゃ、てかザップのエイムが良ければか、いけてたな。そういうのもできます。はい、いやーあれはまあ呪いとダイナマイトゴブリンとザップとかで守れねえかな、マシンでもいいけど怖いな。なんか範囲なんで、いや強っで呪いで 1.35 倍のダメージ入るんで、今みたいな形組んできたとこには呪いでね、さあカウンターも来ないよと、えめっちゃいいなゴブリンの呪い、これ端前ダイナマイトゴブリンとかも多分ありなんだよな、ね、いやーまあこれミサイルでさ綺麗にいけたりしねえから、おー便利なこと。いやまあここは打たずに自陣でおとなしく守ろうかな、まあ、打っても良そうではあったか、さすがに止まりそうだけどな、進化ザップもあるわ。負け筋はあの進化すけど、なんか怖っいやこれ強いよからの、いや待って、あー入んねえか、負け筋ね。いやめっちゃいい、やべいらね、優秀なやつがいた。いやこれやばいよこの防衛、グロいダイナマイトゴブリンやばくない、なんだこの便利なカード今の止まんのやばいな、普通に積んでたけど積んでなかったらしいてかゴブリンの呪いからのダイナマイトゴブリンバカーとかも強そう、生贄ねマジごめんえほら気づいたら溶けてるわ、えっよう分からん。でガゴムレこれ全員ミニペン一発くらいくれてやるよ、うわい気持ちいいよあーみんなゴブリンやん、えっ何これ何これいや間違いなくダイナマイトゴブリンはねぶっ壊れではある、かつゴブリンの呪いもインチキではある、なんかこう見るとゴブリンマシンが弱く見えんな、まあまあまあ弱くはないか多分一応陸にも空にも行けるんで、えって書いてプリンスストーよ、おおええぐいの
だから呪いプラスザップが便利だったね。ペッカー、あーこの前ペッカプリンスみたいなねデッキはね今結構いるんですよね。でダイナマイトゴブリンもいてみたいな、でゴブリンの呪いみたいな、ゴブゴブプリンスデッキそれかな。いやマジダイナマイトゴブリン最強だな。おお、やだ、やばい、金儀して、やばい、金儀できない。てっかのロケット奉仕、いやこれ結構入ってくんねえかな。走れ、いけ、700、まあまあ、はいはいはい、まあペッコね、ロケ砲がちょっとお邪魔ではあるか。まあ進化ザップで進化ロケ砲ってしばけないかな、しばけそう。あとゴブリンの呪いを普通にこの自陣に入ってくるペッカとかに打っても良さそう。打たなきゃなんか手札が暇にもなる。でもダイナマイトコブリン範囲なんでこういうのも防衛しやすい。入るんかーい。え、ロケは強い。や普通になんか普通になんか負けそうなんだよ。でも呪いと範囲ね、このにゃーいやいいの、便利だ。呪いプラスダイナマイトゴブリンが壊れ説あるよ。まあほどほどにして、お教え、今の入ったら気持ちよかったけどな。だいぶね追い上げてきてはいるよ。あ、一回待って、え、美味しいそれ。いやこれ走れたらマジ強いけどな。いいね、なんかネチネチ感出てきた、ついに。負け筋はまあロケ砲、あこれファイボで、なるほどね、走っちゃうんだ、それ嫌だね。暇すぎて打っとこうかな。え待って、ロケットロケットロケットやばい。なので逆転した、ラッキーすぎる。メレキもどっか行った。守るよ、進化ザップあります。いやもう大事ザップなんで。え待って、これ700入る、あれ、え入ってます、えっ。なんかちょっと範囲のさ疑惑あるよな、ダイナマイトゴブリンその距離で入んのみてえな。あ待って、え出た、 15% ぐらいの、最近引きがいいな。スーパー宝、スーパーレア宝箱か、よく出ます。えマジダイナマイトゴブリン疑惑すぎるか。いやなんか700って普通に考えたらやばいダメージだからな。え 2.5 億、まさかの クロスも1あるけど2.5億よ。いやなんかマスケット重視嫌だな。
ちなみにドリルはね、大砲で簡単に止まっちゃうんで、やばい、待って、え、待って、どこでそれ、お、あ、意味悪い、おー、危ねー、今もう一発入ってたらちょっと怖かったな。これタワーに行ってほしいな。いけ、一発、なんで大砲やねん。さあ、まあ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 、だから相手のツケとかを呪いでゴブリンにしてやったら勝てそう。でも右下ダイナマイトゴブリンが俺はファイボ削り多分されちゃうんで左にします。で左にドリルかな、まあ、一旦単品でもいいな。でマスクの射程が長すぎる。いやでもダガが強すぎる。でこれバカでさよならできるでしょ。ああいいな、便利だな。削ってくれねえかな、タワー。もう一発惜しいね、やばい。おお、いや26か。ドリルを結構簡単に完封されちゃうんで、そこだけ怖いね。あー、偉いそれ。そうね、こうなるとマジ俺の削りがむずい。たまたま、あ、でもちょっときつそうな相手。深海室とか回っちゃうんでね。まあ重要なのは呪い。いや呪いでましてバグる。いやでかい。いやしかも、うわー今のザップってもよかったな。ワンチャン入ったのか、分からん。いやいい流れ、なんかマシンでてか呪いか。いや強すぎるそれ、あれが。きつそう、バグっている。オッケー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 、なんでか勝ったわ。いやなんかマシンとね、ダイナマイトゴブリン組んでドリル通して呪い打っとけばなんか事故るね。マシンのロケットで呪いかかってたらだいぶ削れてみたいな。なんでだろうな、なんで突破したのかね。俺も分からん。だって後ろからのダイナマイトゴブリンがね処理しようとしたら走ってきて、それだけでもうざいしな。多分ダイナマイトゴブリンなんだよな悪いのは。まあ呪いもだけど、マシン自体はそんなな気がする。いや俺がトルネあったらって思ったけど、トルネで近畿できねえのか今内側。いらねえな。さあタルババディガー、あーボムタワーバルーンデッキの、ちなみにこのデッキバルーン対策は薄いんで、これ呪いかけてもよかったな。まあテスラドリルでキング起動できたら幸せだな。まあディガー来るかもねこれ普通に。そっちない、確実にね。これうざいっすよ。いや、まあ、このザップが世界でね2番目ぐらいにいらないやつね。まあこれタルババ咲いてるんで、なんでやねん。いやーマジバルーン怖え、一発ドカンあるんでね。
テスラドリルの禁忌無理かな。逆サイドタワーが邪魔しそうだよ。まあ逆サイが優秀ではある。まあこれを繰り返したら大丈夫そうではあるが、まあ、ケツバるんだな俺が怖いのはね。うまい、その雪玉のスロー効果で入らない的なやつね。今来ねえかな。俺の進化テスラもったいなかったかな。でまあダイナマイトゴブリンはね、右にして攻めを考えたいよな。いい流れ止まる。うざそう。でもダイナマイトゴブリンマジでうざそう。しかも範囲だからなんかたまに入るんだよ。え？やばくね？火力化け物すぎるっていう。攻めちゃう。タルババも来る。お、そっちに使った。まあ一旦守ってもいいかこれ。守れば勝ちなんだね。勝った。嘘みたいに勝てえなテスラ。さあであとは呪いとマジちまちま削りね。この事故んねえかな。全然強かった。絶対来るよ。鉄壁か。タケノコいっぱいあるよ。しかも拾うかね、ちゃんと。テスラある。これやば。走るよ。これ700あります。走ったら。うわー、なんかネチネチしてんな俺。いやでも強くね。いやダイナイトゴブリン強すぎんだけど。結構対処むずいな。走っちゃうかんな。結構防衛がめんどい。ダイナマイトゴブリン地味に HP もあるんだね。アイス削りジョージ来た。メンズこっちに来。インドラー、インドラとかまずいか。やべ、しかもダガーや。この辺で無駄なランキング第1位ゴブリン端前。やばすぎる。何これ。おー、わかんねえが怖いな。ナイトインドウィザーとか、まあ、普通に考えたらスケラーとかなってくる。でもマニアって終わった。終わった。もうダメやそれは。ワンパンランバル来てる。であいつあれにならないね。
ランバルなんているんですか。まあ2326か、追いつけんなこれ。そっちか。そしてタルババがなければ幸せになれそうです。はい、テスラ使っちゃったもんな普通にいやこんなん来たらテスラ使うよな。いやダガーか。うわこれやば、なんかリコを一生カチカチされるやん。嘘やん、なんで。問題はね、バケモンいた。いっちゃうよ。でもいや無理か、終わったガチガチやん。ちょマジその卑怯だって。どう考えてもねラバっぽかったやん。ちょっとあマシン、いやなんかマシンがゴブリンにしてくれたらさ、えぐカチカチやん。俺の呪いが刺さんねえ、呪いが。そういうこともあるらしいな。いやバルーンなら先言ってよねバルーンなんや。こういうデッキもあるらしいね。なんかプリンスとか入れたら強そう、相手のナイトボーラーランバープリンスバルーンフリーズみたいな。てか相手プリンス止まんなくね絶対環境に抗ってんやん。え、あれプリンスなんで止めるんや。なんもなかったよなプリンス受け。よいしょ、うん一発入っちゃうんや。ダガーが弱くなっちゃったから。いやこれ呪いからのザップとかだったらもっと強かったかな。いやまあいいか。さあハリネズミゴブリンか。いやファルチバルキリーとかあるかな。おえマシンホグこんにちは。なんか新しいデッキだね。やばいかわいそう。これバカでさあのボンバー、あー無理か。まあ、気づいたらボンバー飛ぶくねあーいやホグファルチェのねバルキリーがあれになったんじゃね。いや呪いも打てたら強そうだったか。いやだからマシンをファルチェに、マシンのロケをファルチェに打ってタワーに今一瞬入ってたな。そのダムもでかい。マジバルキリーがゴブリンマシンになってるわフフ、まあ、ファルチェがちょっと怖いぐらいフフフ、やばホグマシンなんて。まあファルチェあれでもいいな、呪ってもいいな。まあなんとなく逆の方がいい気がした。うわーなんか避けてきたな。削んのむずー。相手ボンバーもいたもんな。ここか、次進化テスラーだよな俺。呪います。まさかのライトニングね。いやいいよ。え、やばい、え、アホじゃねそれ入んの。やばいやばい、アホがいる。ね、マジカオスすぎる。やばい、マジマシンやべえ。あれ本当になんでやねん。お待って、おつなんかなんでやねん。待ってミスった、終わった。
なんでね。うまい、マシンが壊れている。いや、でかい。いや、待って、俺のも入ってる。なんでそれで入んねんっていう。やばすぎる、やばすぎる、やばい。え？マシン強すぎる。意味上がらんやん。どういうこと？いや、マシンがバグりすぎてんな。気づいたら終わってた。ダイナマイトゴブリンも優秀です。出しとくかこいつ。マスケ、マスケ、26。いやー、ないとね、わかんないね。マスケまで行ってこい。いいねー、そんなイメージを求めてたの。ペッカー、ペッカめんどいな。一旦耐えるか。いや、これタワーにダメージやりでかい。怖すぎる、これ呪いとか打たれて。ペッカナイトマスケってなんなんやろ。いや、でもこれ延命するべきだったか。ダイナマイトゴブリン、まずい。痛い、誰がわかんねん、ペッカオグなんて。いやー、ナイトがいたか。一丁、逆にナイトしかいなかった。ババー、誰がわかんねん、ババゴルなんて。いや、これゴブリンの呪い打ってて、今ゴブリンになって、うわー、呪い打つべきだったかな。悔やまれる。いや、相手のババは餌だな。呪いにしてゴブリンにしてやる。ペッカオグね、まあテスラいっぱい立てれば守れねえから。さっきのペッカベビーも呪い打っときゃよかったな。なんか防衛でもっと使ってほしそう。ライトニングもありそう。今のに呪いが欲しいんだな。強すぎで悪く。美味しいよ。まあババか。いや、でもババぐらいは。怖いよ。いや、でも強い。呪い防衛だな。重要なことに気づいた。え、呪い防衛めっちゃ強いわ。気づくの遅かったかな。んならこんなやって、まあ、ビビドラもね、マシンの背中と呪いでみたいな。まずい。いや、まあまあ。いや、先行熱い。いや、いいね。マシンを出さずに他で回す。まあ進化テスラあるしな。お前ら全員ゴブリンにしてやる。からのダイナマイトゴブリン、ミラクルレボリューション行ってこい。いや、でも呪いでだいぶペッカ溶けたわ。え、敵陣でペッカって溶けることあるんだ。ちょっとめんどいか。いいエイムだね。呪ってあげて。これ呪うの大事すぎる。うわ、いい。いや、でも呪うと、いや、そう、溶けるの早すぎる。
で俺はザップで削って、なんなら呪い防衛ですね、これまた。え、呪い防衛全てに勝てんの終わりじゃね。さあ、気づいたら絶望がやってきてます、あなた。ダイナミットゴブリン走りなさい、最後に、せっかくなら。いけ、700ダメ。うえー、強ー。え、呪い防衛です、皆さん使ってください。というわけで、環境最強クラスのね、ゴブ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 リンドリルデッキ、皆さんもね使ってみてください。ちゃんとゴブゴブします。明日またね。